はしてきました。カラコン今日ちょっとさ、あのギャルいカラコン買ったって言ったじゃん、それはめてみたんよ。そしたらなんか意外と公園でバチバチに化粧したら馴染んでた。公園だと馴染むのかな、今だと結構カラコン感すごいから。もう撮りますね。そう、この前配信につけてたやつがこれになった。公園だと結構馴染んでました。もう撮りますね、疲れたんで。だって結構大きさ違うよ、ほら。公園はやっぱ違和感ないよね、けど写真だと結構ごちごちに違和感で。はあ、すっきりした。疲れたよ。なんかね、まだ体調の話するわ。めっちゃ心配かけたと思うんだけど、昨日のね夜に熱が出て、でも自分で分かったのよ。なんか熱、あでも自分で熱あるなって分かって、でもそんな高くなかったの。36度9くらいで、平熱がね35度9とかだから低くて、あ熱あるわ、終わったわと思って、でまあ抗原して、まあ陰性で、まあ、まあコロナではないなって分かったんよ。で寝て起きたら熱がなかったのよ。熱がなくて耳がめっちゃ痛くなって、喉から耳にかけてがめっちゃ痛くなって、ああこれなんかよくある中耳炎だみたいな。中耳炎って結構熱持つみたいな言うじゃん、が中耳炎かもって思って、でまあ朝8時半くらいに起きたから、そっから耳鼻科に行ったんです。そう、耳鼻科に行ってで見てもらったら、まずなんか中耳炎じゃなくて外耳炎って言われて、何それみたいな、外耳炎っておもろいみたいになって、外耳炎ってなんかその中じゃなくて外が傷ついてるみたいな、まずそっから菌が入っちゃうみたいななって、でまず耳掃除しすぎですって言われて、あと耳めっちゃ触りすぎって言われて、あって思って、私ピアスだって分かったの。それで多分ピアスの菌かなって思って、そう、私多分金属アレルギーだったから、多分そっからなんか耳から喉と鼻ってつながってるっていうじゃないですか。そう、あそっからだと思って、で私初めてじゃないけど、なんか耳鼻科行ってなんか密室に入れられて、なんか音流すんでやってくださいみたいなことを、そんなことすると思ってなくて、今日みたいな、なんかピーピーみたいな、なんか音鳴ったら押してくださいみたいな、私やばいのかなみたいな、耳聞こえなくなる人なのかなみたいな思ったけど、そう、まあでも大丈夫そうで、そうで喉鼻見てもらって、でそっからこの多分耳からなったね風邪、喉風邪にもなってますねってなって、そうお薬もらって帰ってきた。そう久しぶりにやった。大人になってからやってないからさ、なんか私めっちゃね耳かゆいってなって掃除するのよ、綿棒で。でなんかわかんない、これは言い過ぎだろうって思ったけど、1ヶ月に1回いいみたいな耳掃除、そうって言われて、なんか次6月1日くらいに来てくれますかみたいな言われて、おお、私が AKB 卒業した次の日もう耳鼻科の予定が入れられたと思って、そう耳鼻科に行かなきゃいけなくなってた。
カレンダー入れとこう。そうだ、耳鼻科行かなきゃいけない。そう、耳掃除だからみんなも気をつけて、やりすぎると良くないって。だから私もピアス遠くつけない方がいいかもと思って、ちょっと怖くなっちゃった。外人行かないと癖になっちゃう。そうなんだ、控えよう。もう綿棒捨てないとやっちゃう、怖い。いや、イヤリングは大丈夫なのけど、外人多分ピアス通しちゃうと。でもさ、耳からだったら絶対ピアスしか考えられないじゃん。めっちゃ体調悪くて昨日リアル、私体調悪いと結構泣きそうになるんだけど、昨日結構泣きそうだったんです。ああ見えて。でだって今日公演出れなかったらさ、もう数少ない公演を削ることになるじゃん。もうと思って起きてなかったからよかったけど。あと多分治ったかってやつはまだ若干違和感はあるけど、まあでもまあなんとか。あ、なんか今日化粧めちゃくちゃ濃いけど、カラコンなくてもいけますね。でもカラコンない方がいいのかな。で今日発表されたと思うんですけど、私も絶対あんま耳触んないようにするんで、耳触ってたら怒ってください。発表されたと思うんですけど、21日が K 公演2公演なんですけど、その夜がランチャの卒業公演なんですが、私もその日で K 公演がラストになります。はい、最後です。なのでまあ、いや本当はね来てほしいんだけどね、なかなかみんなも当てづらいよね。いや絶対当たるよ、21来たって当たるんですけど、まあね、そうだよね。だって日数なんて関係ないからね、言っても言っても関係ないよ。私の卒業公演は K 公演ではありません、それだけ言っときます。 K 公演じゃないです。ね、味噌汁飲むかヨーグルト食べるかどっちがいいと思う。明日のお昼にね、ちょっとカフェに行こうと思ってて、あ、明日渋パラなんですけど、渋谷来てください、お願いします、来てください。どっちがいいと思う、味噌汁の方がいい。味噌汁派どう、これでいいと思う。明日行きますっていっぱい来てくれるみんな、えらい。でもだったら食べない方がいい、味噌汁食べるくらいだったら食べるなよって思う。ナス一択、あとナスかナメコ。
食べた方がいい。公演終わりにね、はい、プロテイン飲みました。公演終わりにプロテイン、あのちなみになんですけど人生初、人生初プロテイン。そう、味噌汁なら許される。57キロカロリー。ザバスエローになってるよ。エロー、エローになっちゃってる。全然エロくないです。エロい泣き具やめて。エロいよね。なんかあのあと一個質問なんですけど、めっちゃ話してるんだけど、あの美味しいプロテインやったら教えてほしいです。どうしたらいい？味噌汁飲むか飲まない方がいいか。でも夜は何も食べてない。朝はトリュフパンと米粉パンのちっちゃな一個食べて、昼はお弁当を食べて、あと焼き芋、焼き芋さつまいも食べて、で公園終わりにザバス飲んで、あの差し入れのアイスは今度食べるって決めて冷凍庫に入れてきた。偉くない？味噌汁ならいいか。体冷やすのもあんま良くないって言われてるし、お薬飲まなきゃいけなくて食べなきゃいけないの、どっちにしろ。だから味噌汁にします。じゃあぶな、味噌合ってる。ザバスの味苦手。バナナのは美味しかったよ。大西さんがね、あのチョコ飲んでたけど、それはなしかな。なんか美味しいカフェ、美味しい、あの体調がだいぶ良くなりました。まあちょっと耳がやっぱあれですけど、あ、全然粉のプロテインでいいもん。いいよプロテイン。なんかプロテインシェイクは昔もらった気がするけどな、ファンの人に。ごめん、なんかいっぱい恥ずかしいな。バナナと米粉パンときな粉とアボカドとオクラとトリュフパンです。恥ずかしいな。恥ずかしいな。そう、あとちゃんと昨日リンゴジュースも飲んだんです。やばい、自炊してないのバレるな。めっちゃあるよね。トリュフパンもう1個しかない。ザバスのココアって今日大西が飲んでたやつちゃう？甘くない？あれバナナの方が美味しかったけど。プロテインのおすすめが聞きたいです。あ、チョコアかな。チョねえ、チョコアじゃない。わかんない、なんかおすすめ送ってください。どれが美味しいかわかんない私。今日はねリハボロボロだったけど本番なんとかできたよ。また話変えるんかいと思った。ごめんなさい、また話変えるんかいみたいな。やばいな、ちょっといろいろ野菜の賞味期限とか出しません。あー、きついね、きついね、頑張っていこう。やばいやばい、買いだめしすぎたな。いろいろ買いだめしすぎた。これお湯足りなくね。買いすぎたかも。無理かもな。いろいろ
かもな。いろいろ捨てなきゃいけないものがあります。もう仕方ない。これはここ数日マチャイマチャイマサイちゃんの練習付き合ってたとか。なんでバレてるの。あんま言わんようにしてたのに、なんか自分で言うとさ嫌な先輩みたいな。なんかでもマサイさんのマサイさんマサイさんの練習に2日間ほど付き合いしてました。あ、そうなんだ。MC で言ってたんだ。味噌汁ってさ蓋しないんだ。うん、いい匂い。うん、いや、タグスさんなんか今日もやってる。本当？でもこれでもさっきカラコン入れてたんよ。化粧濃いかも今日でも。めっちゃこんにちは。あ、ちょっと待って。あ、こぼした。今日の楽しみは鬼滅を見ます。カラコンない方がいい。よいしょ。本当は今日は何も食べないつもりでしたが、食べないと薬が飲めないので味噌汁いただきます。なんかさ、ジャコを買ってきてくれて、お母さんが結婚前に。もうジャコってそんな持たない。持ちそうだけど、なんかジャコってなんかジャコをね、ちょっとオリーブオイルとニンニクと唐辛子でつけてなんかご飯のお供風にしたんだけど、もう食べれんかな。よそ、こんぐらいでいける。まあ色変えるくらいのカラコンだったら許されるよね。あと前髪分けてみた。パッツンだったけど、ずっとちょっと分けてみた。いただきます。やっぱジャコって腐るの早いよね。何年前は失礼。お母さんが来た時。1、2週間か。冷凍してない。ジャコって冷凍できるんだ。もう遅いわ。いけないかな。あー、でもギリ2週間くらい。じゃこってね、じゃこって熱通す。うん、おいしい。ジャコってみんな何で食べるのが好き？私ご飯にのっけてかけるの好きだけど。ジャコの天ぷらってめっちゃむずない。どういうこと？こんな細かいのあげるの？
期限やばいかもな。いやてか渋パナ前にショールームやるべきか迷う。やってた方がいいかな。あ、そっちのじゃこ天ってこと？びっくりした。こっちね、愛媛の方ね。やっとこうかな。わかんない。ご飯行くかなって思ってる。もうお酒は絶対飲みません。から明日はいっぱい食べると思ってお昼カフェに行くの、友達とね。からも今日は味噌汁だけで終わらせます。ちょっと早めに配信しよっかな。ちょっとジャコ持ってきて絶対悪いかも。もうダメかもな。味付けたジャコ持ってこよう。無理か、やめとこうかな、怖いな。かんない、すごいジャコって生命力高そうに見えない。なんかすっごい食べれそうに感じるけど、ジャコくらいなら許されるでしょ。うん、うわ、ご飯食べたい。あ、美味しいわ。意外といける。じゃこと唐辛子とオリーブオイルとニンニクつけて、肉そういうねご飯のお供が売ってたのよ前。うん、うん、うん。全然美味しい。どうしよう、これでお腹壊したら。うん、めっちゃ輪切りの唐辛子ある。うん、ご飯食べた。ご飯を食べたい。でもなんかちゃんと朝ごはんとか3食食べることが大事だろうなって思った。私唐辛子食べれちゃうの。お米は、うん、いや食べてる。この前キムチチャーハン食べた家で。うん、昨日だって炭水化物食べたし、お昼もお弁当でお米食べたよ。昨日うどん食べちゃってるからね。なんか走ろうかなって思ってきた夜。さすがに今日は公園やったから無理だけど、うん、昨日味噌煮込みうどん美味しい。もうちょっと食べよう。じゃあこう、朝の方がいいんだ。
朝頑張ろうかな、じゃあ。うん、あの唐辛子とニンニクとオリーブオイルがすごい効いてる、全部。早朝は無理。9時くらいから走りたい。30分走るだけで違う。ちょっと頑張ろうかな。あー食べた、ごちそうさまでした。30分一気には走れないから、そのまあね、1時間くらいね、歩くだけでもいいっていうね。ちょっと考えます。ふう、美味しかった。そうだ、あと15日ですよ。美味しかった。もう綺麗ってみんなのその言葉に甘えちゃ私はいけない気がする。明日シワパラ行こっかなって思ってる人どれくらいいます？あっという間よ。はいはいはい、嬉しい。ツイッターで宣伝しとこうかな。渋パラもラストだね。ああとね、23開けといてください。夕方くらい23開けといてください。会えます。あ、ちょっとやめてよ、みんなネタバレし。23会えます。かわいい、まさいちゃん。まさいちゃんがね、卒業しないでくださいって昨日泣きながら昨日、うん、そう泣きながら言ってくれた。え、そのさ、なんとか会話さ、夕方だったっけ、夜、わかんない、私何時かわかんないけど、何時ですか。夕方、じゃ夕方から開けといてください。本当嬉しい、やったね。そう、渋パラの告知をしたいんだよね。ね、渋パラっていつからこんな急になったんですか？いつからこんな急になったの、これ。その鳴き声ねえ、最近急だよね。
しかも私いつも急の日に出る。最近急になったよね。やばい、渋パラの渋はずっと漢字で書いてた、ごめんなさい。来てください明日。あとさ、今日の愛の色の衣装さ、なんかあの暖色系の人いなくなかった？ちゃんと見てないけど、ちょっとあのお皿置いてくるね。明日って寒いんですか？何着てこっかな明日。やっぱそうだよね、私の衣装着なかったのかと思って。でも衣装そんなあったんだと思って。明日暑い？何着てこっかな。迷うな。何着よう明日。ちょっと暑いならちょっと薄着でいこうかな。薬飲んでいい？ちょっとエアーマヨナーどうしようかな。薬飲みます。なんかどれ飲むんだっけって。でもファンの人から今日お洋服いっぱいもらっちゃった、ありがとうございますしかも全部ワンピースで、全部私のタイプのワンピース。ワンピースにしようかな。せっかくならもらったワンピースにしちゃおうかな。これは違う。これは、これは飲むやつだ。嬉しかった。じゃあ半袖でいけんのかな明日。26度、暑っ。明日半袖でいけるやん。ということでお薬飲みます。どうしようかな。でもみんなに可愛いって思ってもらいたいしな何着てこっかな。とご飯行くとお酒飲みたくなるもん。いつも我慢しないと明日は。服なしでもいいと。どういうこと？笑っちゃった話し合いに。本当？服着なくてもいい明日。また暑いのマジで。私体調狂うて、狂う狂う。ごめんなさい。
これは何、何薬、薬ちゃんと飲んでるよ。あとね、皮膚科の薬も飲まないといけない。いっぱいだよ、薬、薬いっぱい。マサルのこと泣かしたんか、私泣かしちゃった。なんで知ってるの、違うの。いや、これはでも私が言うべきことじゃないから、本人から聞いてね。私悪い先輩みたいになってるやん。え、回ってきた？いや、泣かせるつもりは一切なかったの。でも泣かしちゃったんです。え、どこで、どこで、え、今日の話。おい、まなみさん、言い過ぎやって言い過ぎやって。いや、もうでも、もう言い過ぎ、もういい。いや、別にそんなめっちゃ脅して泣かしたとかじゃないよ。違う、だからその、いや、なんか怖いとかじゃなくて、違う、愛のあることを言ったんです。いや、まあでもこれはまさにちゃんに聞いてください。これ私から言ったらなんか本当に必死に言い訳してる女になっちゃうからさ。てか薬足りないんだけど、どこ行ったの、ビタミンの薬。薬多すぎる。いや、分かるでしょ、そう、分かってください。なんか薬足りない。一錠一錠、いや、もう私がなんかさ、先輩ずらしてんのとかさ、もう痛いやん、痛すぎる。私が先輩ずらしてんのって。確かに明日の渋パラに送っといてください。そしたら私からは何も言わないんで。まあ確かに泣かせてしまったっちゃ泣かせてしまった。でもそのまなみさんが怖いからねって言って泣かせたわけではない。そこで、ではない。でもね、あのお薬の飲み合わせとか大丈夫ですって言われてるんで、心配にしないでください。私がオーバードーズとかしないんで大丈夫です。ちゃんと飲み合わせは確認してます。ねえ、しかも聞いてよ、今日のさ、抱きしめられたらさ、あなたのことをただ見つめるだけで、ああ心が満たされて。今日来たよ、めっちゃてーだったから一回見ててーってなっちゃった。もう緊張しすぎて心が満たされてみたいな。最悪、マジでマジで最悪、てーみたいな。震えとる、もう震えとる、もう。めっちゃ緊張した。今日エゴサしたらめっちゃ褒めてくれてる人がさ、褒めてくれてる人がいて、みんなが褒めてくれてて、なんか今まで見たエンドロールでいっちゃんエロかったとか、最高級な褒め言葉って、嬉しかった。とか、どうしても君が好きだのセンターよかったとか、嬉しい。
えー、よかった、嬉しい、ありがとう。すごい、大西さんとコミさんでアイドルファイルの、いやカップルやないかい、カップルみたいな写真。カップルみたい。今日の犬は確かに本当嬉しい。やっぱエントロールはいつやっても緊張する。嘘、マサイちゃんからリプ来てる。あとランちゃんめっちゃ痩せたと思うわ。ランちゃんめっちゃ痩せた、マジですごい。でもさ、こう思う、ごめんねマジ話めっちゃ前後するんだけど、アイドルファイルで自分が表紙できたことがよくわからんってなってくる。 なんでできたって単純にずっと疑問になる。マジで疑問定期的に言うけどマジで疑問。だってさ、他のメンバーの人は表紙はないじゃん、単独表紙で。なんでできた？マジ結構な自慢よこれは。この私が単独表紙できたこと。だって私ずっと部屋に飾ってるもん。今はナータンちゃんのラルムの表紙を飾ってるけど、その後ろに自分がいる。いや結構大きい自慢よね。ね、でもスタッフさんがね前に押してくれたからできたんです。そうです。明日は12時とかにショールームしよっかな。ランちゃんの卒業公演の日はひなこ、ランちゃん、ひなの、真ん中、私、もぎさん、ずん、あみちゃんです。だからこれが私も最後の稽古になるので、目に焼き付けてください。そう、最後がね愛の色じゃないっていうのがちょっとあれなんですけど、いや今日もファンレターダメでしたわ、ダメでした。そう、ラスト K なので、
嘘、鳥桃の二人ルイセンババア二人やないかい。だから公演としてはあと3回かな。今日何間違えたかな。てか明日何着ようかな。見せていい？ファンの人からもらったお洋服見せていい？どれ着るかまだ決めてないけど、いやせっかくいただいたならワンピース着たいよね。めっちゃもらった、ほらパン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 コちゃん。ではまず袋から出したのでお見せしますね。もうドタイプ、もう私の好み分かりすぎっていうワンピースばかりです。でもまだちょっと早いかな。こんな感じです。めちゃくちゃタイト、タイトのロングワンピース。後ろがねレースアップになってます。腰のとこがだからめっちゃ着痩せして見えるかな。なんか上がニット生地で下がお花、かわいいよね。これはまだちょっと寒いかな、ノースリーブだから。ありがとうございます。これは柄かわいい、大人ですね。うわこれもいい、これもいいなこれもいいな。ちょっとなんだろう、なんていう柄、あーこれかわいいな、これにしようかなかわいい、これ袖がかわいいわ。もうめっちゃこれ袖細く、腕細くしてくれるワンピース。あのね、私めちゃくちゃねロングがいいんです。もうくるぶしまであるロング丈しかロングって言わないんですけど、もう全部そう、ありがたい。ロングの基準分かってよ。これかわいいね、ちょっと大人っぽくて、これかわいいね、大人っぽくていい、うん、これもかわいいよね。こちらはどっちが前だ、こっちだ。あエッチじゃない、ちょっとほらそんなことないか。後ろがこうなってるな、後ろがこれで前が、あでもそんな胸元開かないわ。うんかわいい、かわいいね。これもスタイルよく見えそう。ここがキュッてなってるからハイウエストで、かわいい、大人っぽいいね。しかも花柄大好きってこと分かってくださっててマジありがたい。もうワンピースしか勝たんっての私本当にワンピースアホみたいになるんです家に。すごい、あでもみんなこれ好きそう、めちゃくちゃ。ちょっとかわいいね、水色の、しかもここチョーカーみたいななってて、これ水色のロングワンピースだね。これみんな好きそう。ここもキュッてなってる。夏かわいい夏かわいい、かわいいね、爽やか。そうかわいいのばっかりなんです、ありがたすぎる。かわいい。あとはなんだろう、これはなんかインナーなんか着てちょっと大人っぽい、こんな感じ。あーこれもかわいいなこれもかわいいな、急に大人だよね。なんかインナー着たらいい感じになる。
かわいいです。いただきワンピースいただきワンピース、ありがとうございます。明日の気温を見て考えてたけど、嬉しい。自分で買ったワンピースもあるしさ、これも可愛いよね。よっ、もう洋服大好き。ほんとやっぱこのダズリも可愛い。ほら、可愛い。嬉しい。ワンピースいっぱいでウッキウッキウッキーだねウキウキウキだよ本当に。ちょっと考えようと。なんか本当はさ、明日オフのつもりだったから、明日くらいにセーターを見る配信しようかなと思ったけど、オフじゃないからさ、どうしようかな。そう、収納足りない。17くらいにできたらいいけど、やばい、ネイル入れないと。もう爪がてか、ちょっとインスタ更新していい？あのネモフィラの写真載せたくてさ。あとひななが、ひなしゃくれたから、また近いうち載せますね。ネモフィラの写真まだ加工してなくて、写真加工して載せる。もうネモフィラの日がね、風が強すぎて本当に。ちょっと加工するわ。ごめんね、ちょっと加工しながらショルマするね。ね、そこ顔じゃない。顔認識できないの、もしや。顔じゃないとこ顔だと思ってる。おばかち、おばかちん携帯。意外と1枚でよかったりする。いやー、ソフトクリームの芯も載せとこうかな。オフショットっぽいのはツイッターに載せるわ。
落ちすぎたかも。2枚載せます。今載せますね。もうちょっと待てな、ちょっと色味変えます。なんか中耳炎って耳痒くならない？中耳炎じゃないけど私。もう痒い、なんか中身も痒い、耳の分かるこの辺。3枚載せよう。ちょっと加工しすぎてたらごめんね。なんか顔ちげえだろみたいになったらすいません。めっちゃ目キラキラでしょ。今日は鬼滅を見ます。何の話さっきしたか。よし、どうせよ、また来年。うん、載せます。載せました。嘘、鬼滅泣いた。楽しみ。
見てみて、載せたから。やばい、お腹空いちゃう。早くお風呂入ろう。もう湯船で鬼滅見ます。今日は1枚目が逆光だからちょっとあれかもなんだけど、まあ綺麗でしょう。まなか何ショールームで売ってるの？どこで言ってくれるのそれ？ショールーム？ごめん、何？どこ？あ、ショールームしてたから LINE にしてるのに。でも込めせてよ。いや気づいてたよさっき。いいなぁ、友達がディズニーのランドホテルに泊まってる、羨ましい。じゃあそろそろ終わろうかな。疲れた今日は。いや食欲あってまだ良かったよ。なんとかこれ食欲なかった、まあ、でも食欲ない方がありがたかったかも。痩せれたのになって思いつつ、まあ、まあ元気で良かったです。自分のことなんですけど、まあみんなも体調には気をつけてくださいね。明日は暑いみたいなんで、ちょっと明日の服は一旦考えます。全然違う服着するかもしれないし、明日の気分で考えます。それじゃあランキング読みます。来れない方もいるかもしれないけど渋谷で待ってます。もう昼にはショールームするね。13位セッキー、12位マイケイさん、11位香港のゲイキャットマーク7レンジャーさん、10位リョウリョウさん、9位リュウストさん、8位サイトアットマークマヨネーズのケチャッピーズさん、7位リョウタットマークトリモンモイさん、6位ヤスンさん、5位コウさん、4位まぼろしさん、3位中心さん、2位8、3位1ゆうきさんです。ありがとうございました。それでは今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。